上州街道は北国街道上田から上新国境の鳥居峠に至る脇街道。鳥居峠から先上野に入ると新州街道と名を変え中山道高崎まで続く。新州街道上州街道のルートは中山道、北国街道で結ばれる高崎上田間のバイパスとして利用された。また鳥居峠で分かれる大沢街道を利用することで 全光寺方面への最大経路にもなった。鳥居峠上州街道のルートは国道144号が踏襲しており、同国道の通称となっている。そのうち、特に、住吉交差点住吉北交差点には、品の木通りという愛称が付されている。上田市街地と上信越自動車道、上田菅平インターチェンジ等を結ぶ、幹線道路として、また、 菅平高原へと至る観光道路として、機能している。ほぼ全線が2車線のつづら折れの道路だが、インターチェンジへのアクセス道路として住吉交差点、上野交差点は、近年に4車線に拡幅された。真田町長地席では、1972年に廃止された上田交通真田防用線の配線時期を利用した、バイパスを経由している。国道四十四号沿いにある、 雪、村夢工房戦国大名真田市発祥の地である、真田町を抜けており、近隣には史跡が点在する。ありがとうございます。